護実行委員会がお知らせします。ただいま午後10時になりました。夜は人を惑わせる。夜中に出歩いてうっかり殺人鬼と出くわしたらえらいことになりますよ。それが心配で寝られないというお前らのためにホテル内に各自のコテージを用意しておきました。それぞれ自分の部屋でゆっくりとお休みくださいませ。ただし就寝の際にはしっかりと部屋に鍵をかけることを強くお勧めします。どこの誰が人殺しを目論んでるか分かったもんじゃないからね。うっぷっぷバイナラ。Woo!
れ、見つかっちゃった？偉いね。よかったね。プププププ。かよ。ちくしょう。ああ。やべえなこりゃ。違うよ。トホホ。おい。ギニャー！決まっているだろう。もあれ？わかるかい？ねえ。やってやろうじゃねえか。無理ですよ。気合いさ。あえて言おう。命拾いしたな。あのね、あのね、何度も言わせるな。もう。ふんふん。まあいいだろう。さて、食うとしよう。
も。なんで？うすくす。まったく。お。いや、ナンセンス！わかるかい？安心しろ。ねえ、男子でしょ。そんな体勢になるんだ。いや嬉しいけどさ、たまらなく嬉しいけどさ、恥ずかしいです。助けてください。むはー、恥ずかしそうなお顔がかわいい。燃えすぎてふんがふんがしちゃいますな。とにかく助けてあげようよ。大丈夫？ねえ、いいか、何度も言わせるな。はあ？いいな。どこね。決まってるよ。紐。しかし、
なるほどな。俺が導いてやる。ついてこい。ああ。Mm-hmm.
ありえん。騙されねえぞ。おい、こら。これも因果律の定めか。確かに。つまり
フン。やばくね？つまりだ。では。ありえん。ほう。つまりだ。ところで、つまり。やってやろうじゃねえか。ねえ、よかろう。行け、破壊神暗黒四天王。おやおや？あ？リーダー命令だ。面白い。当然だ。
ザレ事だ。よし。素晴らしいよ。紐。Thank you.
行委員会がお知らせします。やっほー、お楽しみのレクリエーションタイムが始まるよ。どんな楽しい催しかは後の祭りじゃなくて後のお楽しみ。若干グダグダになったけど、とにかくジャバウォーク公園にお集まりください。まあいいだろう。めんどくせえ。だってよ。ふん。あんたね。俺はやれるぜ。あんた。勘違いすんな。たくよ。何言ってんのよ。てめえ。もうやめよう。ワクワクしてきたぜ。やめろ。あ？なるほどな。安心しろ。忠告しておく。
俺の名は戸上白夜だ。戸上の名にかけてだ。悲しいな。どうも、モノクマです。モノミディピュー、二人合わせてザ・モノクマーズです。では早速ですが、僕が得意の独身術を披露しちゃおうかな。え、できるの？試しにお前の好物を当ててやるよ。お前の好物は、頑張って、ウサギと言ったらあれだよ。人。そうそう。人。食べないよ、人間なんて食べないよ。さてと次はモノミの番だな。ほら、なんか一発ネタやれよ。何言ってんですか、無理に決まってるじゃないですか。大丈夫だよ、心配するなって。僕は笑いの神を降臨させる術を知ってるんだ。というわけで、生きたまま血を抜かれるのと死んだ後で血を抜かれるのはどっちがいいと思う？なんでそんな残酷な質問するの？笑いの神ミラクルホリオン神を降臨させるには大量の血液が必要なんだよ。笑いの神なのに血を欲しがるんだ。お願い。入れるだけで迫ってもダメ。血なんて抜かせませんよーだ。モノミはすぐにそうやって怖い顔するんだからな。お前らも気をつけてくださいね。モノミって本当は悪いやつだからね。例えば少年漫画の初期の敵ぐらいにね。かませ犬じゃん。でも、モノミが悪いやつなのは本当だよ。だって、ここだけの話だけどね、モノミってお前らの記憶を勝手に奪っちゃったんだよ。なんでやねんって、あれ？ほら、お前らってさ、この島にどうやって来たのか誰も覚えてないでしょ。それはね、モノミがお前らの記憶を奪ってしまったからなんだ。ちなみにこいつが奪った記憶ってのはね、この島に来るまでの経緯とか陳腐なもんじゃないよ。なんとお前らが希望ヶ峰学園で過ごした数年間の記憶を丸ごとなのです。わわわ、ふう、思い切って言ったらすっきりした。やっぱり記憶喪失ネタなんて時代遅れですよね。そんなネタを物語終盤まで引っ張るなんて恥知らずな強者のすることですよね。もうやめてくださいって。
びっくりでしょ。実はお前らは新入生なんかじゃないんだ。学園生活の記憶を丸ごとなくしたお前らが勝手にそう思い込んでただけなんだよ。どっかで聞いたことがあるような斬新なパクリの設定だね。これでは賛否どころか火だけしか残りませんよね。本当にいろいろとダメでちゃって、どうだよ。どうだろうね。ありえん。そうだ。やめてよ。信じない信じない。
よ。やめろ。チッ。信じない信じない。おい。おい。リーダー命令だ。あれ？ああ。
あれ。待たせたな。あれれ？クスクス。いや。ふん。もしかしてよ。まあいいだろう。喜べ。そうだな。なんだ？リーダー命令だ。
悲しいな。よだれが止まりませんな。どっか湧いてんじゃね。そうだね。しかし、まあいいだろう。引け。ヒヒヒ。オーケーします。実はさ、ほら、ジャッジメントだ。よし。よし。では。
10時になりました。波の音を聞きながらゆったりと穏やかにお休みくださいね。ではでは、いい夢を。グッナイ。いいか、なるほどな。まあいいだろう。なんだ、ありがとう。
そう。難易度高いな。いいセンスだ。下がっていろ。あえて言おう。夜こそ我が世界。物語を作ろう。待たせたな。すまない。もう。
おい、何してるんだよ。ずるいぞ、勝手のおめえだけ食いやがって。食っているのではない。どう見たって食べてるじゃん。そうではないと言っているだろう。この料理をよく見てみろ。よく焼けた、うまそうな肉のようじゃが。そのよく焼けた肉には何が刺さってる。鉄串か。そうだ、この鉄串は立派な危険物だ。となれば俺が責任持って回収せねばなるまい。やあ。あべー。ふん、どういうことだ。いや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 、ふんふん、はっ、どうして。ち、行くぞ。ああ。行くぞ。なるほどな。なるほどな。何度も言わせるな。何？
誰事だ。どうして？黙れ。何度も言わせるな。嘘でしょ。いや、なあ。ふん。嘘だろ？おっしゃ！やめろ。なるほどな。では。構わない。
なるほど。大丈夫？大丈夫だよ。よかろう。たとえ満腹になったとしてもあまりの美味しさゆえに食べ続けざるを得ない。それが僕の作る世界一美味しい料理なんだよね。なんか逆に怖いですけど。食わねえのか？だったら俺が一人で食っちまうぞ。厨房でじゃんじゃん作ってるからこっちにじゃんじゃん持ってくるね。ねえみんな、せっかくだから写真撮ってあげようか。
素敵ですね。お願いします。どうやって転べばそんな風になるんだって。わーい、エッチなポーズだ。あからさまなサービスシーンだね。ダメです、見ないでください。こいつはたまんねえっす。まひるちゃん、シャッターチャンスだよ。ダメに決まってるでしょ。助けてあげましょうよ。ごめんなさい。ねえ、
あれ？わーい！つーかよ。では。そうじゃなくてよ。